すいたな。お腹すいたな。ご飯どうしようか。ご飯作るか。作りましょう。なんかいっぱい食べたいな。いっぱい食べたいね。うん。いっぱい品数増やしたいってことか。うん。爆食しようか。あ、そっか。自分で作って爆食か。うん。それはいいじゃん。健康でしょ。なら何作るよ。食材は。ケーキご飯が食べたい。あ、そう。何食べたい？な、俺ハンバーグ。ハンバーグ。じゃあ材料買いに行こう。ないか。うん、じゃあ買ってきますよ。ないよ、いっぱい買おう。いっぱい買って、いっぱい作ろう。うん、まあなんか思いつきでいいか。うん、ないよ。ぎょい。はいはい、ただいま、ただいま。おい、ただいま、ただいま。ほら、いっぱい買ってきたわよ。ネギネギネギ。そっか。ごぼうごぼう、たぬき。キウイはね、大事。一日一個食べてるから。ああ、みたいな。朝ごはんやな。そう、朝ごはんに絶対食べる。うん。夏野菜はいっぱい食べてた。うん。オッケー。はい、グー。グー。パカッ。まずはひじきご飯を作る。オッケー。なんかさ、先週くらいにさ、うん、クラシルで見てさ、めっちゃ食べたくなってん、ひじきご飯。ああ、いいね。ここにひじきあるから。1号でいいか？ 2 号でいいとか。お昼に食べられるもんね、うん、やってたらね。あれな、またお米なくなってきた、ケンゴ。あれあれあれ、また買いに行かな。うん、ぎょい。あ、ピースで、まずひじきを水で戻しましょうか。ひじき、ひじき、ひじきダンス、すごいね。できる？何を笑ってるの、あんた。こんなもんでいいか。どうやろう、 15g って感じだけど、わかめと一緒で、あれやる、また増えるかな。膨らむやっぱなって。枝豆入れよ。枝豆入れよ、うん、ね、あんこれしかない。それ油揚げするわ。うん、さあ時間との戦いだ。お腹が空いた。このアサリちゃんをね、塩抜きしちゃおうかなと思ってます。さん、すげえ、これ生きてるんじゃん、これ生きてるで、ほら、ピューって。キャー、気持ち悪い。これ生きとる。ほら、まだこれ生きてますよ、これまだ出てるんですよ、これ。パカッ。チャラ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 。今日は豆腐ハンバーグ作るぜ。じゃあ解凍する。高速でやっていく。高速でやっていく。できたよ。早っ。油揚げ、これさ、何入れる。醤油、みりん、白だし、大さじ1杯。醤油、みりん、白だし。 Yes。 醤油、みりん、白だし、覚えられるか。醤油、みりん、白だし、3つまでならいけんな。はい、いける。容量少ないな、頭。これなんだっけ、大さじ1。全部大さじ1。醤油大さじ1。 Yes。 みりん大さじ1。 Yes。 白だし大さじ1。 Yes。 OK。 グー。 グー。 うわ、いい香り。パカッ。あ、やばい、寿司で見てた。あんたさ、大問題それはな。メモリが多すぎるんで。寿司なんか誰が食べないんじゃん。寿司食べたことないよ。そんな厳密に。厳密すぎる。 OK。 考えたことある。揚げ入れて、人参さん、人参とん、人参とん、いいね。タレとってザル、はい、ザル一丁。うわ、ひじき増えたね。いや、増えた増えた。えい、おぉ、あとは炊くだけ。ちょっと軽く混ぜようか。うわ、美味しそう。もうね、具沢山。オッケー、炊き込み。オッケー、いってらっしゃいませ。いってらっしゃいませ。ぎょい。次何する。ピーマン。え？どういうこと、どういうこと。ピーマンってさ、うん、なんかシャキシャキのピーマンが好きなんだよね。一回さ、おばあちゃん家でさ、うん、おぎたてピーマン食べて、そしたら超美味しいの。超超あ、そっか。なんかもう、シャキシャキってフルーツみたい。え、何した今。ありゃりゃありゃりゃ。どうしてこんなことを。こうやってね、氷水にピーマンつけといたらもうね、うん、シャキシャキ保てんです。え、そうなの。めっちゃシャキシャキになるよ。え、これだけで。そう、
いいね、これは知らんわ俺。だからこうやってやってんで、いつも。へえ、おもろ。どれぐらいつけとくの、こんな。2日くらい。あ、2日もつけんねん。1日でも結構パリパリになるから。へえ、これはちょっと意外やったな。はいよ。はいよ。これ食べちゃダメだからね。あ、そっか、いや、さすがにピーマン夜中つまみ食いはせんがな。でも生ピーマンって美味しいからね。そうやな。うん、オッケー。オッケー。ごぼうさんない。もうここ皮むきがな、大変やね、いつもな。泥がね、すごいから、ね、うん、なんかあの、鉛筆削りみたいにシャッシャッシャがな、あれが結構難しい。あれめっちゃ便利くない？ごぼう削りあったらええのにね、こっちガーって。そっか、便利くない？まあ、それいいね。うん。それでいけんの？はい。おお、すげえ。え、めちゃくちゃ取れてるやん。こっち向いたらさ、余分なさ、栄養がさ、落ちない。あ、そういうことか。最低限でいけんねん。そう、上だなって向けるんだ。それめっちゃ簡単やん。そうよ。子供でもできない、それ。うん、誰でもできる。おお、すげえ、めっちゃ綺麗。あ、そっか、なんか前、じゃがいもも皮むいてたけど、そっか、ごぼうもいけるか、それやったら。ごぼうの方がいけるな。ごぼうの方が簡単さやな、じゃがいより。オッケー。めっちゃ簡単やん。パカ。いいかな、これピラー。それハンバーグ作ろう。あ、いいね。ケンゴのハンバーグ美味しいからね。あ、そう。うん。いい感じに解凍できております。このね、コストコのミンチ。ひき肉です。なんなんそれ。え、今流行りのとんまぎ小僧。そうなん。ケンゴもやったら。俺もひき肉ですやろうか。ひき肉じゃなくてさ、白だしがいいんじゃない。白だしです。やばね。ちょっとやってみーや、それ。面白いわ。白だし。手羽元です。なんでもやもん。手羽元面白いな。パカ。今日はお腹に優しいね。腸に優しい料理だ。いいね。やっぱね、そういうのが大事よ、胃を休めるっていうのは。昨日ハンバーグ、昨日ハンバーグとパンケーキ食べちゃったからな。パンケーキ食べたい。今日は節約も買った。昨日びっくりしてよ、レジ行って高かったってこと。うん、めっちゃ高かった。ドリンク飲んだからな。そっか、ドリンク飲んだから高い。ドリンク飲んだからないですか。やっぱ水でいいな。ハワイアンカフェとかレストランに行ったら飲みたくなるよな。飲みたくない。レモネードめっちゃ飲みたくなる。見た目が可愛いからな。そうそう、お花乗っててね。そう、これがつる。オッケー、ひき肉です。どこや。ニンニクどこ行ったのかな。ニンニク2人で作る、早いな。そうやで、賞味期限切れのショガー。切った人参。そっか、それはいいのよ。ほっとさ。あのさ、シャオちゃん連れてさ、うい、カフェに行きたい。カフェ、うん、犬が入場できるカフェ。テラス OK なカフェに行きたい。もうちょっと涼しくなったら。今テラスでも暑いでしょ。昼間はな、無理やな、うん、どこにあるそんなカフェ。結構いろいろあるらしい。中にもあるか。うん、なんか海沿いとか江ノ島とか、うん、めっちゃおしゃれなカフェいっぱいあるってワンちゃん OK。 あ、なるほどな。じゃあ出るとこかな。喜ぶでしょ。あ、犬の飯は、あ、犬はいいんだ、長飯。今日はドッグフード。ドッグフードちょっとおやつあげたらいいんだ。味覚えて大変やな。美味しいものばっかり与えたらいけ。そうだ、口厳しいから。うん、ハンバーグ豆腐が強すぎかもしれない。いいじゃん、健康的で。あ、ひっくり入れたらかな。よし、じゃあ、チェンジ。パカ。醤油。お醤油。お、いいね、出来上がりだな。ちょっとレシピ見てよ。マグロハンバーグ何入れるって。わかんない、僕、アホだから。適当でいいんちゃう。ちょっとな、なんか入れたら、いや、逆に美味しくなるかなんないのかなって入れたらさ、気になりますね。そういう意味で調べるのね。そうそう。オッケー。じゃこれ、お部屋に返さな。なんちゅう使い方してる。普通じゃね。大きな。大型すぎる。大型すぎる。大型健吾。大型健吾。へへへへへへ。なんだよ、わかんないやつ。ギョイ。じゃあ本出しちょっとちょうだい。しょうがないな。ちょっと入れてくれる？どんなもん？もうちょっと。OK! グー！本出しスティック買ったと思ったらさ、これでかいのだってん。あ、そういうのあるよな。
どんまい。来世頑張ろう、来世。次、高野豆腐作ろう。高野豆腐、いいね。高野豆腐。じゃあハンバーグやここないな。ハンバーグ。ハンバーグ。ちょっとお嬢さんどいてね。高野豆腐。ちょっとちゃうね。なんかこの電池切れ？何これ？何の電池が切れんねん。これガスやんなこれ。何これ？何の電池？あんま鉄砲ちゃんと入ってんのかな。でかい電池やな。お試し用乾電池。何これ？何に使ってんのこの電池？何なんこれ？誰か教えてこれ。何これ？あれ計量カップ。和風誰も作りたいな。そういうな。ちょっと。あいいね。トロトロの。パカ。うわいい匂い。誰が？誰が？俺か。なわけあるかい。あ、そっか。大変失礼。ひじきだよ、ひじき。ひじき。まあ、人に言わへんか。うわー、ひじき。言わんな。言わへんか。ひじきめっちゃいい匂いする。やばい、楽しみ。あと何分お米炊けるの？お米はね、23分。ああ、ちょっと濃い感じやな。うん、うまさん。ふぃ。完成。オッケー。それ、水入れなくていいの？ちょっと水入れようかな。どうだろうね。ちょっと気持ち水入れとか。ぎゅい。アサリね、塩抜きした。うん？砂抜きか。だいぶ抜けたんじゃん。オッケー。あのね、これめっちゃ美味しいよ。これ今。これあれどこ？ケンタってるかな？これやばい。これ超美味しいよ。ね、好きすぎて家にストックしてんのこれ。家でも作れるんだって。ファミマで買えるロイヤルミルクティーフラッペどうしてもみんなに紹介したいの。そう、めっちゃ美味しい。最近の中で多分一番好き。パカ、はい、そのまま入れるの。うん、あとお味噌半出し本出しまい。こんなもん。おいんちゃう。でも味噌もまあ適当にね。うん、ハンバーグ美味しそう。美味しさ、いいですね。ああ、鼻水出てきた。なんなんといい匂いして鼻水出んの。え、今日鼻炎の日なの。鼻炎、鼻炎、鼻炎、鼻炎。たまにあるね、鼻炎の日が。そうやな。今日それなんだよ。切った高野豆腐。うわあ、めっちゃ汗かいてる、電子レンジ。おお、ネギだよ、ネギ。ちょっとね、刻みネギ。あ、ネギ。ゆきたさん、ネギをお願いいたしまーす。ネギ。ネギ、このくらい。オッケー、ネギありがとうございました。うわー、こういう豆腐が大きくなった。おいしそう。うわー、おいしそう。アサリたっぷりのお味噌汁。めちゃくちゃ健康にいいぞ、これ。これ、2日前にあれしたピーマンだよ。おー、冷たい。氷チルです。そう。シャキシャキ。シャキシャキだよ、食べてみ。どれ。ほら、うまい。シャキシャキでしょ。シャキシャキやん。このままいけるから。あ、これ、そのまま食べるの。そう、これを塩昆布と和えるだけ。え、塩昆布超入ります。仕上げにごま油完成。ぎゅい。うわー、おお、持てへん、熱い。ほらな、危ないよ落ち着きやいって。ふわふわや、なんか豆腐入ってるからか。すごい、おいしそう。ふわふわ、なんかちょうどいいこんがり。うん、めっちゃふわふわ。いいね。ちょっとね、もう両面に焼いてる間に、うん、タレ作っちゃいましょう、タレ。ちちちち、うるさいな。めっちゃちち言うじゃん。ちちよ、やばい、お腹空きすぎて倒れそう。片栗さんもね、ぶっ込むと直出てくる。パカ。いや、そこと、こっち寄せやけど、手元今からハンバーグにタレかけたのって、はい、かけるとこ、取ってや、こっち。はい、どうぞ。こっちこっち、俺を取れて。こっち、ここだけで、手元だけで。はい、いきますよ。はい、どうぞ。最後、タレね。タレビュー。おー、いいね。おいしそう。おいしそうじゃないですか。最後もうちょっとだけ聞いた音が。ほら、いい音。なんでこっち取んねん。こっち取ったらええねん。うわ、おいしそう。お豆腐ハンバーグ。めちゃくちゃ健康的これ。カロリー超低い。ご飯できた。うわ、寝た。ぎゅい。ご飯開けてみよう。オープン。うわー、おいしそう。
めっちゃええ匂い。うわ、上手に炊いたね、これ。すごい。うわ、ひじきさんのいい香り。おこげ、見てください。おこげです、ここ。おこげよ。おこげはいい。おこげみたいな、これ何で俺の顔とんねん。おいしそう。上手にみたいにやってくれた、これ。すんごいうまそうに炊いたね。ね、おいしそうすぎ。水加減完璧ちゃう。ねえ。ひじきの量もすごいいいやん、これ。余ったらおにぎりにして朝ごはんにしようって。うわ、ええな。完璧です。イエーイ。これは絶対おいしいぞ。うわ、上手やないみたい。ねえ。ひじきご飯。それ素晴らしいわ。食べたかったやつ。はい、お待たせしました。特製ひじきご飯でございます。うわ、上手ね。パカッ。おお。もうジャリジャリってますよ。ジャリジャリ。あさり食べられないからスープだけ。だしだけでいいな。うん、俺あさりじゃあお願いします。いいよ。うい。少な。だってあさり苦手だから。これ消え。俺の方凄まじい量入ってるな。全部いく？全部いっていいよ。こんな食べられる？うお。ジャリって言った。俺の方すげえうまそう。超うまそうじゃん。いい匂い変えちゃう。いい匂いする。あとじゃ最後ハンバーグ。メインディッシュね。うおー。あら、すごいっすわ。うわー、いい香り。だしの匂い効いてる。だしの香り。うわー、美味しそうやん。うわ。あ、もうカメラ曇っちゃって。美味しそう。最高の湯煙。これなんか出したの昼食べよね。そうだね、残るかな。だよね。今日爆食だから。あ、そっか。気持ちは爆食。うん。うわー。はい、3番テーブル。おいしそう。はい、3番テーブル。お待たせしました。うわ、すごい、できた、できた。よーし。まあ、机はとっちらかってるけど、いいか。うん、大丈夫。いっぱい作ったね。いっぱい作ったよ。もうできた。拍手。拍手。パチパチパチ。完成。あさりの。あさりの味噌汁、ひじきご飯、高野豆腐、豆腐のハンバーグ。豆腐のハンバーグ、きんぴらごぼう、ピーマンと塩昆布やね。うん、オッケー。パカ。はい、ではでは、せーの。ちょっとかじった。あ、ちょっと食べたな。ちょっとかじっちゃった、待ちきれなかった。はい、いただきます。いただきます。うまっ。うまっ。うわー、おいしい。あさりのお味噌汁おいしい。うん、すごい効いてる。できる。うん、おいしいご飯。めっちゃうまい。うわ、あさりうまっ。めっちゃ効いてるわ。うん。あ、ちょっと懐かしいやつする。うんうんうん。なんかおばあちゃんち思い出す。うん、おばあちゃん見えた。うん、ちょっとなんかおばあちゃんこれ作ってくれたなって。え、うまっ。これ大成功するじゃない。めっちゃうまい。これはすごいね。じゃハンバーグ、うん、豆腐多めのふわふわハンバーグ。うん、おいしい。うまっ。うまっ。ギュイ。一緒に作ったから余計おいしい。うん、ね、ひじきご飯もっと作ろう、これから。なあ、うん、めちゃめちゃうまい。うん、うん、見て、うん、こんなに食べた。あら、ご飯あんま食べないのに。なあ、うん、おいしい。うまい、これもシャキシャキや。うまい。ケンゴってさ、絶対美味しいって言うね。うまい。これは茹でただけ、熱チンしただけだ。熱チンしただけやろ。うん、チンしただけだから。チンしただけで美味しいわけね、こんな。うん、こんなチンしただけで無理や。うまっ。早っ。うまいわ、まだ、ね、唇に当たったぐらいでうまって言ったのに、うん、ビューンってきた。やけどした時と一緒。もう条件反射。うまっ。うまって。うん、うん、なんか全部うまいぞ、これ。うん、本当に爆食。うん、めっちゃふわふわ。なんかな、うるせんやけど、大戸屋のハンバーグみたいな。うん、大戸屋で出ててもわかんないよね。わからんと思う。パカッ。なんか一緒に作って一緒に食べたら100倍おいしいな。あ、そっか。うん、よかった。なんで笑うの？今笑いポイントだった。うん、そう、素敵なことだった。やっぱ平日さ、3品とか4品しか作れないからさ。うん、1,2,3,4,5,6も作った。すごいわ。うん、やっぱ食べきれたよな。う
全然残らなそう。うん、でも爆食成功ちゃうじゃん。これは大成功じゃない。これ爆食っていうかな。爆食だよ。普通の健康的な和食ご飯に。なんか爆食ってさ、うん、もっとこうなんかジャンキーなさ、ピザとかラーメンとかさ、マックとか。うん。いやもうその時代は終わったんだよ。たまにはいいじゃん、こういう爆食も。見たことないもん、こんな爆食。和食を爆食。和食を爆食ってただの健康的な色か。いっぱい食べることを爆食っていうでしょ。まあね。じゃあ間違ってない。まあ何食べてもいいしやな。うん。間違いない。大体の爆食ってさ、しかも自分でさ、うん、作らへんの。なんか買ってきてウーバーイーツとかでこんな買い物行って自分で和食作って。パカ。余っちゃった。まああと明日の昼食べよこれ。ごちそうさま。ごちそうさまでした。大満足。美味しかった。もうなんかパンパン。うまかった。最高。最高の夜ご飯でした。よっしゃ、あった。はい。